秋山俊、32歳。天下一通りでスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。神室町の駆け込み寺って言われててな、他の店で融資を断られたようなやつにまで金を貸し付けてる。闇金ってことっすか？まあ本人は闇金じゃねえって言ってるが、やってることは同じようなもんだ。ただまあ違うとこがあるとしたら、他の金貸しと比べて融資の条件が変わってるってとこかな。条件？審査が特殊とかそういうことっすか？ああ、あのスカイファイナンスって店じゃ、客に金を貸すかどうか判断するために融資前に必ず何かしらの条件を客に提示する。その条件ってのがボランティアだの、老人介護だの、とにかく一風変わったもんらしい。はあ、そんなことして何のメリットがあるんですかね。さあな。それに一部の噂じゃ金利すら取ってねえって話もあるくらいだ。え、じゃあどうやって飯食ってんすか、あの秋山って人は。まあそれは都市伝説みたいな話だろ。秋山さん、実際はちゃんと儲かる仕組みがあるんだろうな。一応さっきうちに来たみたいに、金貸した客が飛ばないようちょくちょく見回りしてるみてえだしな。謎だらけの金貸しっすね。とにかくやつの考えてることはよくわからん。ただ一度秋山から金を借りた人間は二度とやつから金を借りることはねえそうだ。どうして？それもわからん。まあ何にしてもああいう不気味なやつには関わらん方が身のためだってことだ。付き合ってもらってご苦労だったな。いや、まああのビルがどれほどのものか確かめることができただけでも収穫か。ん？お前の携帯か？すいません。いやいや、それじゃ今日はとりあえずお疲れさん。うんとうまい飯でも食ってくれ。いただきます、柴田組長。それじゃ。新井だ。分かった、エルナードだな。少ししたら向かう。